この野郎、邪魔ですか？わーい、バトルよ。かかってくれざます。何重人格なの？ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、ちょっとまず、この妖怪大辞典。で、レジェンド妖怪がね、ちょっと出せるようになったけん、それを。これ。りゅうくん、どんよりーぬ、導き、ほのぼうの、ジバニャン、同格、バクロバー、力持ち。全員集めたけん、ここで、紋章が光り輝く。押し来るぜ。はい、来たー。武士にゃん。いいね、いいね。そしてこの、なんか、ゆらゆらして動き。ブシニャンニャン、友達になるニャン。ブシニャン。かわいいブシニャン。ニックネームはいらない。ニャン系ってさ、全員同じ人？声出しよの。ブシニャンの情報を妖怪大辞典に登録した。よし、オッケー。いいね。まあ、これ後のやつはね、まだまだないよね。あ、でもこの辺結構いけそうな。全部解放できたらいいんやけど、難しいかしら。ん、なんかここに、あ、この辺なんか妖怪のマーク多くない？あれ何？あ、この子か。あ、いたたた。なあ、ちょっと聞いてくれよ。母さんにさ、お使いを頼まれてさ、フラワーロードに行ったんだよ。すごい髪型やね。そしたらさ、ワクワクポケットの前で、ふらふらっと吸い寄せられたんだよね。それでふっと気がついたら、お使い代を全部使っていたんだ。そのせいでさ、見てくれよ、このでっけえタンコブ。殴られたってこと？でも、なんであんなに使っちゃったのかわかんなくてさ、あ、そういう妖怪がおるってこと？ミス？ん？これは何やら怪しい匂いがしますよ。なんだかあそこ怪しいんだよね。よかったらお前見に行ってくれないか？まあ、じゃあ。見に行ってくれるのか？サンキュー。なんかわかったら俺にも教えてくれよな。行きますよ。それではフラワーロードのワクワクポケットに行ってみましょう。ワクワクポケットって何？なんか普通に話進みよるけど。無駄遣いにご用心発生。ゲーセン的な感じかな。フラワーロードどこでしたっけ？こっちの方ではないか。ね、あの妖怪のマーク何？誰がいるの？こいつは。またしても。はっはっは、ちゃんと時間を粗末に使えよ。いや、大事に。大事に使わせてください。こっちは？お。ああ、やってらんね。ぶつぶつ。これって、あれ？妖魔界から出てきた妖怪たちってこと？なんかめっちゃ普通におるんやけど。ね、戦いを挑んでくるわけでもなくめっちゃ普通におるんやけど。ちょっと待って。フラワーロードって中心の方やっけ？こっちの、あれ？違うな。どこ？フラワー通り？あれか！何やったっけ？フラワーロード。これや！の、ワクワクポケット。え？どこ？ワクワクこれ？おや、容器です。おもちゃ屋さんってこと？なんか動いたよ、今。ワクワクポケットの前から容器を感じます。妖怪ウォッチで調べてみましょう。めっちゃ今、動いたよね。ちょっと待って。ほら。え、これは普通に動くもの？違うよね。下の方におった。メラメライオン？ぽいね。メラメライオンを見つけた。何してるの？うん、誰だ君。魔法対戦の大会に出たいんだ。そのためにはカードを揃えなきゃな。組みたいデッキがいっぱいあって困っちゃうよ。そんなことは聞いてないんだ。私は今メラメライオンに。と、手や、シャキーン。あやかし戦士4ダーマン。ただいま参上。何それ。え、もしかして見えちゃってる？見えてる。間抜けな感じ。恥ずかしい。みんなには内緒だぞ。真面目に生きるを手に入れた。でもメラメライオンって関係ある？あれ？関係ない？え、関係ないってこと？こっち？待って、メラメライオン全然関係ないやん。こっちやん。ほらー。ちょっと無駄に恥ずかしいところを見せただけみたいな。無駄遣いを見つけた。ね、こっちやんね。こいつですね、無駄遣いの原因は。とっちめちゃいましょう。よし、やっつけるか。無駄遣い。怖いな、顔が。よし、行くぜ行くぜ。悪い子いねが。悪い子よ、無駄遣いばっかりするの。よっしゃー。あっという間。勝利。丁寧だな、富士見御前。かわいいよね。よし、オッケー。よし、これで大丈夫ない？まだ容器が消えていません。フラワーロードの中にまだ妖怪がいるみたいです。探してみましょう。メラメライオンじゃないの？それをもらったってことは内緒にするってことだからな。あ、さっきの。他にも、妖怪が、この辺、どこ？どれ？ん？いなくない？うん。え、いなくないっすか？ビーン！来てきた！この下？この路地裏の方から妖怪の気配がしますよ。ほうほう。無駄遣い？また？ちっ、せっかく隠れてたのに。バレたら仕方ない。同じやつかーい。よし、行こう。回せ回せー。まあでも、オロチの技を使うまでもないような気はするけど。お、でもやっつけれてない。ヤマタノオロチ。やっつけれんのかーい。やっつけれんのかーい。あいったいった。はい、勝利。よし。これでもうオッケー？あとはまあ、いいね。ふぅ。でもなんかまだ。何？どこ？どれ？めっちゃなんか、これ？今なんか回った。こいつや。君のお名前は？青唇を見つけた。めっちゃそのまんま。どうも。うふふふふ。目が回ったわ。ずっと回ってたらだんだん癖になってきちゃった。あなたもこれを飲んで試してみない？スタミナもアルハを3個手に入れた。心優しい妖怪がいっぱいなのね。まあこれで解決かな？解決なんかな？なんかいまいちすっきりせんけど、まあ、いっか。とりあえず、男の子に報告しに。あ、君か。なんであんなに無駄遣いしたのかわかんないんだよな。あれ？まだってことか。そして別に報告はいらんのかな。はい、ごめんなさいね。ってことはあの奥にもまだおるってことか。この一体だけではないと。あ、ここにも。お前もガンガンお金を使っちゃえ。でも確かにゲーセンとか行ったらめっちゃ使うのはわかる。超わかる。あ、まあ、これあれか、男の子のとこにガン食ってもその場でクリアーみたいなの出てくるんかな。おいしいけい。金ならあるぜ。ふしふしドレイン。やっつけれんかった。で。あ、これ捕まえたいって言った最高潮も捕まえたよ。かわいいよね。おし。誰もいない。誰もいない。とりあえずこれで OK。まだおるんかな？これでもう無駄遣いさせられることもないでしょう。お、やっと。たっくんも安心ですね。彼に教えてあげましょう。あ、やっぱ教えるは教えるやね。こっちも出れるの？どこだいこれは。なんか知らんけど出てこられた。どここれ？こっちは行き止まり。つまみ食い小道やって。あ、なるほど、ここか。見たことある、見たことある。とりあえず、タクくん、おった。はい。え、怪しい奴が金を使わせていた？それ何なんだよ。怖い奴だな。なんで？でも、お前が追い払ってくれたんだろ？見かけによらず勇気あるんだな。とにかく助かったよ。ありがとうな。無駄遣いにご用心、バッチリ解決。まあ、普通に考えたらね、いや別に使わされてないですけど、としかならんよね。妖怪とか見えんし。お、レベルアップ。ボーナスチャンス。ほい。お、あったりー。当たり久々じゃない？そんなこともないかな。ガード万歳を手に入れた。名前。これは何回でも発生するやつなのか？なぜ何回でも発生してしまうんだ、そんなことが。そして、この人も何か困っていらっしゃる？ねえ、君はタイムカプセルって知ってる？未来の自分へ何かを送ることなんだ。私、多分、小学生の時に埋めたな。小6の卒業式の後。そのカプセルをどこかに埋めたのだけど、すっかり場所を忘れちゃってさ。よかったら探すのを手伝ってくれない？まあまあまあ。ええ。ありがとう。実は埋めた場所を知ってそうな友達がいるんだ。その子は今、中央シティのカフェでお茶してるような気がするの。え、気がするって何？怖っ。潮風公園にあるおしゃれんぬってカフェでね。何その、何のひねりもない、ダッサい名前。全然おしゃれじゃない。なんでわかるのって顔してるね。まあ、女の勘ってやつ？なんてね。実はついさっきまで電話してたんだ。ああ、なるほど。じゃあ、その時聞けよって感じでしょ？でもその子なんだか様子がおかしくて、聞き出せなかったんだ。え？直接聞いてきてくれたら嬉しいな。調子がいい人ですね。自分で直接聞きに行けばいいのに。まあそんなに難しい頼みでもないので聞いてあげますか。ただ様子がおかしかったという話が少し気になりますが。とにかくまずは桜中央シティにあるカフェおしゃれんぬに行きましょう。桜中央シティ。思い出のタイムカプセル発生。桜中央シティは、どこだったかしら。こっちか？未だにね、土地名がわからないんだ、私。桜中央シティ。ここの、多分下の方の海のところってことよね、きっと。違う？なんか勝手にちょっと予想して生きよるけど。でも多分絶対そうやと思う。あ、桜中央シティ、ここか。オフィスがあるとこよね。パパさんの。真ん中まで出といてないんやけど。待ちます。桜中央シティ、自分が住んどるとこかと思った。全然違ったわ。え、どこだ？こっちの方か？いやー。全然違うところに。あ、こっから降りていくんか。よし。え、こっちか？あ。お。スタミナも手に入れた。これ前もなんか見たような気がする。気のせいかな。あれ？この辺じゃないんすか？誰かが走った跡がある。え、めっちゃなんか足跡あるよね。これ私の足跡じゃないやろ？てかなんか。待って。あれか。なんか。あ、いた！かわいい。これは関係ないけど。関係ないけどおった。キュン太郎を見つけた。いろんなところに妖怪がいるな。よ。わ、見つかっちゃった。うまくかけれたと思ったのにな。そんなすごい君に僕からプレゼント。えへへ。中継検知玉を手に入れた。かわいい。でもこの足跡は全然関係なかったね。あ、ここがカフェ。これカフェじゃないの？中？入れなかった。え、どこだどこだ、ここ全体がカフェってこと？ん、あ、これもか。象形検知玉を手に入れた。あ、この人じゃない？え？タイムカプセル？埋めた場所なら覚えてるわよ。君可愛いから特別に教えてあげる。やった、情報ゲットです。へ、嘘に決まってんだろ。誰が教えるかバーカ。というのは冗談ですわ。それこそ冗談でございますのよ。どうした、情緒が不安定だな。冗談が冗談ですの。ほほほほほ。何言ってるのかわからない。妖怪の仕業ですね。豹変ぶりがひどすぎます。妖怪が取り付いているはずです。探してみましょう。どのあたりだ。ん、いなくない？あ、こんなところに。君か。ちょっとかわいい。ちょっとかわいい。このボーノに似てない？豹変のを見つけた。あ、でもそういう感じの、ね、ドンヨリーヌとか、そっち系統の名前やんね。この野郎、邪魔ですか？わーい、バトルよ。かかってくれざます。何重人格なの？あ、ほら、やっぱり似た感じ。このボーノ出てきた。かわいい。よし、合わなかったね、1回目。いけい。悪い子はいねがーわーなかった。よし、おーおーおー、いけたいけた。まだダメかと思った。イエーイ、やってーまー。これでタイムカプセルの場所まで行くんかな。やりましたね。うん、なんとか追い払いましたね。これで彼女も元に戻ったはずです。まあでも確かに電話口であんな感じに豹変されたらね、怖いよね。もう一度話を聞いてみましょう。はい。なんだろう、すごい疲れたわ。私何をしていたのかしら。え、タイムカプセル？ああ、あの子に頼まれたんでしょ。いいわよ、教えてあげる。場所は桜第一小のグラウンドよ。あの子も知ってるはずなのに、昔からすぐに忘れちゃうのよね。行きますよ。これでようやく探せますね。早速行ってみましょう。探すところまでなんか、く。桜第一小、あ、ちょっと待って。そこの、雲外橋や、ヘロー。鏡の世界に連れて行って差し上げます。はい。桜第一小、グラウンドね。でもそういうのってさ、大人になった時、小学校のグラウンドとかに埋めとったらさ、取りに行けんくない？関係者以外立ち入り禁止みたいな。卒業生なんですって説明できたらいいんかな。グラウンド。え、どこに埋まっとるとかわかるもんなんこれ。どこ？わからんくない？普通に。え、これは、え、どうやったらわかるのこれは。桜第一小のグラウンドやろ？え、絶対わからんやんこれ。どうすればいいんですかね。真ん中とかそういうこと？あ、なんか今。いや、これはあれか。長花か。あ、そうやね。絶対そうやね。あれに反応したね。これは何？どうすればいいの？どうやったらわかるの？グラウンドまで来ましたけど。ふーむ。光り輝きよるところとか。あ、タイムカプセルを手に入れた。3年3組の思い出って書いてる。これがタイムカプセルですね。ようやく見つかりましたよ。それではこれを持っていきましょう。3年3組の思い出？でもこれ小学校やろ。なんで小3でタイムカプセル埋めとん？普通6年生とかじゃないの？いや、そういうのも私の勝手な思い込みかな。なんか卒業してから埋めるとかそういうイメージがあるけど違うの？小中と半端な時期に埋めるやん。あ、でも10歳って考えたら、ん？でも、10歳は4年生か。これで、どこでしたっけ？桜中央駅。よし。これで、外に出たらおるかな。ガーガーガー。さ、ここは一体、うわーん、わからない。あのお姉さんは一体どこにいらっしゃるのかしら。桜中央シティやったよね。え？桜中央シティじゃないぞ。桜中央シティはあれよ。カフェよね。こっちか。そうだな。お使い横丁だったわ。お使い横丁の、なんかこっから出たところか。おったー！あら、見つかったの？タイムカプセルを手渡した。でもこういうのってさ、掘るのも自分でするのがいい気がするけどな。これこれ、懐かしいわ。ありがとうね。でも本当に見つけちゃうと思わなかったな。地面に埋まっているものを見つけるだなんて、あなた探偵さんとか向いているわよ。これにはみんなの思い出が詰まってるの。本当に懐かしいわ。今度みんなで会う時にこれを持っていこうと思うわ。いろいろとありがとうね。普通さ、みんなが集まってみんなで掘るんじゃないの？違うの？タイムカプセルですか。私を閉じ込めたあのお坊さんは、私が大切な思い出だったのですね。違うと思う。いや、あれはタイムカプセルじゃないと思うけど。思い出のタイムカプセル、バッチリ解決。よし。ふう、順調だね。レベルアップ。そしてボーナスチャンス。来い。おー。おー、外れ。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、次回はあれかな、妖魔界の方にまた戻っていこうかなと思います。